こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は7月の19日でございますかね。ゆうべはね、夜中にねゴルフを見ましたよ。久々でね、全英オープンですね。これは非常にこうメジャーのトーナメントの一つでございます。非常に大きなトーナメントの一つでございます。ちょうどね昨日は最終日で、まあ実況放送ですね、夜中くらいから見始まったんですけれども、ちょうどね私はあんまり知らなかったんだけど、そのコリン・モリカワさんっていうね方がね、2位だったんですよ。でそうか、モリカワだからなんかこう日本のなんかそういう一つのまあ日系人ですかね、そうじゃないかなと思ったら、やはりまあ日系アメリカ人でございましてね、24歳でございます。いやーでもねすごいね彼の資質はね。まあ私もだからまあ途中くらいまで見ようかなと思ったんだけども、とってもとってもね寝るとこじゃなくてね、もうね最終日だし実況放送だし、最後はね2時40分ぐらいかな、終わったのが2時40分か2時45分くらいかで、まあね2位からスタート1打差で2位からスタートしたんですけれども、まあ途中でね逆転してね、で結局はまあ15アンダー、それで優勝しましたよ。やっぱりこうねゴルフのねこうある程度やったことをある方であれば、いかに彼がすごいかっていうのは、なんかこうショットのね打ち方とかね、それからこう佇まいですかね、まだ24歳だからね。だからカリフォルニア大学のバークレー校、まあ、卒業して、それでまあ卒業してからねプロゴルファーになったわけですけれども、2019年にプロに転向してるんですよね。でこの転校した年にねツアーで初優勝してるんですよ。で2020年、まあ去年ですよね、去年はねまたねトーナメントで一つ勝って、でその後でっかいねこの全米プロっていうね、この全米プロでねこれまた優勝してんだよね。でね、今年2021年ですけども、今年もね、世界ゴルフ選手権っていうのがあったんだけど、これでも優勝して、ほんで、まあ、今回ですかねこの、まあ、全英オープン、これでまた優勝してるんだよね。だから本当にねなかなかその去年のね全米オープンも初めて出場したわけですよね。だってね2019年にプロに転向したばっかりだからね。それで去年全米オープン初めて出て優勝、今年また全英オープン初めて出て優勝、だからこの2つのねメジャータイトルをその掴んだっていうね、これはもうただねただ一人のまあ選手ですよね。しかしね本人もまだねやはりそんなにプロのキャリアが長くないから、まあね逆にそれが良かったのかもしれないですけど、まあ今初めの頃っていうのはねやっぱりそう簡単に優勝できるというふうに思ってなかったみたいで。まあね、まあ、予選通過して程よいところまで行けばいいなっていうような気持ちだったんだらしいんだけど、やっぱりこう優勝を重ねていくに従って、
いやいや、これはもう勝ちに行かなくちゃいかんというね。ほんで、なおかつね、楽しみながらとにかく勝ちに行くというね。これ何でもそうだよね。歌でも何でもそうだけど、やっぱりね、何が何でも歌で世の中に出るんだっていう、その勝ちに行くんだっていう強い気持ちと、あとはやっぱりその楽しみながら、そういうこう、目的意識を強く出すっていう、これがあれだね。まあどんな場合でも大事なことですね。まあとにかく久々でね、夜中まで、ゴルフ拝見いたしました。でもやっぱりもう彼のね、まあいろんなね、もう昨日なんかはだから世界のそうそうたるね、選手がほとんど出てるわけですよ。まあその中でね、多くの選手がね、今度オリンピックで、東京オリンピックでね、東京に来られるようでございますけれども、あそこのね、東京はあれですかね、埼玉の霞ヶ関だね、霞ヶ関ゴルフクラブっていうんですかね、ゴルフ場っていうのかな、そこで、やるはずですけれども、まあ、私もね、霞ヶ関は、まあ、とにかく超名門コースだからね、ソニー時代によくね、お客さんを接待して、まあ3度くらいやったことがあるかな。まあとにかく、超素晴らしいコースでございます。そんなことでね、久々なんかこう、すごい選手が出てきたなっていうのと、やっぱり本人がね、非常にこうクレバーな感じでね、やはり明るいしね、なんかあんまりこう、まあどっちかっていうと、まあ無口なタイプっていうのか、いやー素晴らしい選手が出てきたなと思います。そんなことで、しばらくゴルフやってないですけど、まあ感動するっていうのは大したもんだね。こう元気になるんだね、やっぱりああいう素晴らしいこうね、スポーツとか、まあね、こう言語とも何でもそうだけど、やっぱり人はね、素晴らしさに触れるとね、やっぱりなんか力、希望っていうのか力っていうのか、そういう夢っていうのかね、そういうのがやっぱりもらえるんだね。つくづく感じました。また一つ元気になって、程よく頑張りたいと思います。ありがとうございます。